はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今回はですね、マスオの簡単レシピということで料理をしていきたいんですが、今回はですね、また普通にね、料理をするんではなく、あ、眩しい、この太陽の力を使ってまた料理をしていきたいと思います。で、前回はですね、ご飯をね、太陽の力で炊く、そしてゆで卵ができるかっていうね、まあそういう検証を行ってきたんですが、今回はですね、もっとすごい太陽の力でガトーショコラケーキを作ってみようということでね、やっていきたいと思います。本当は炊飯器でこれ簡単にできるんですけど、まあ普通に作るよりどうせだったら太陽で作った方が楽しいんじゃないかなと思ってやっていきたいと思います。しかもすごいんだよ、じゃん、こちら今回ね、スーパーカップ、あとガーナのチョコレート、卵、そしてこのホットケーキミックスだけで作れちゃうっていうね、まあそういうものでございます。ではね、実際に作っていきましょう。まずこれちゃんと洗ったんだけどね、汚いんだわ。で、ここにまずこのスーパーカップをね、入れます。あ、ちなみにね、これクックパッドでね、参考レシピがあって、それをね、参考に作らせていただいてます。はい、にょろっとこんな感じでスーパーカップを入れました。で、次にですね、こちらチョコレートを入れていきます。ということで、チョコレート全部入れました。で、これをね、溶かす必要があるんで、とりあえずね、一旦ね、また公園に行きたいと思います。この卵とホットケーキミックスも持ってね、はい、ケーキができちゃうんですよ、皆さん。行ってきます。はい、ということでね、外に移動してきました。今日の東京は暑い、これやばいっすね。うん、完全にもう眩しくて、あのカメラ見えないんで、今日は必殺サングラスを用意させていただきました。サングラス神でね、はい、外持ってきたら、さっきのチョコレートとアイスクリームはこんな感じになりました。でね、これ、うわ、やべ、蚊がめっちゃ来る、蚊がめっちゃ来る、やばいんだけど、これ、え、やばい、甘さにこう、によって蚊がめっちゃ来るんだけど。で、これを混ぜて、うわ、蚊が動いた方がいいっすよ。蚊がめっちゃ来る、やばい、おっと、蚊がやばいんですけど、え、どうしよう、これ早く溶かさないといけないんだけどな、やばい。で、これチョコレートを溶かしていくんですけど、意外とやっぱ、うお、太陽の力を使っても溶けるのは時間がかかりそうですね。ちょっともうちょっと溶かしていきます。ということで、やっとこのぐらいチョコレート溶けました。ほぼ溶けてるでしょう。で、ここに卵を2つ入れていきますと。2つ入れて、さらに混ぜ混ぜしていきます。ほら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 、最後にホットケーキミックスを 50g 入れていきます。汗が垂れてきて、拭いても拭いても汗なんです、体中やばいな。ということで、こちらで生地は完成しました。あとはですね、このね、太陽の力を使って焼くだけということで、設置していきましょう。こうやって置いて、お箸をどけて蓋をしますと。で、風よけの袋をセットいたしまして、これで数時間経てば、おそらく美味しいケーキが焼けてるんじゃないでしょうか。で、ここに置いとくのもね、やっぱり若干恥ずかしいんで、今回はこちら、料理人がケーキを作っています、3時まで放っておいてくださいということでね、嘘ついてない、料理人がケーキ作ってるだけだから、汗だくになりながら、ということで、ケーキしっかり焼けるか楽しみです。ということで、これ設置してから2時間から3時間が経ちました。これでしっかりね、ケーキ焼けてるんじゃないでしょうか。ちなみにですね、あのご飯炊いたり卵を作ったりしましたけど、今日が一番暑いです。ちょっと今日やばいっす、この暑さ。はい、ということで、家に持って帰って見たいんですけど、本当にこれ暑い。袋が、これ見えるかな、これ袋がなんか
薄くなって、なんか若干やっぱ溶けちゃう感じになる。すごいことになってますよこれ。やば、熱い熱い熱い、熱すぎて持てない、熱い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 って感じです。これやばい、今までよりも完全に熱いですね。はい、ということで家に帰ってきました。果たしてケーキはちゃんと焼けているんでしょうか。もう外出たくない、すごい辛いぞ今日。はい、じゃあ皆さん見てください、いきます。ケーキはこちら、オープン、たらーん。おお、え、すごくないこれ、めちゃくちゃ綺麗に焼けてる気がするね。え、上手だよねこれね。でちょっとこのヘラっていうのかな、これを使ってうまい具合にこう出したいんだけど、出す作業は難しいね。うん、本当はもっと本来すごい冷えてから出すのがいいと思うんですけど、これやばいよ、完璧だよ。ちょっと大雑把だけど、いきます、せーの、ほいほい。どうよ、太陽の力で作ったケーキどうすか。ご飯もうまくいったし、ちょっとね、卵はね残念ながらうまくいかなかったけど、これはもう大成功でしょ。ちゃんと中までしっかり焼けてそうですね。なんかこのチョコレートがすごく濃厚そう。やっぱり4枚ねチョコレート入ってるから。おお、すごい、ほら切り分けたらこんな感じ、中までもちもちですよね。はい、では完成したケーキ実際に食べてみたいと思います。いただきます。普通に太陽で作ったとは思えないぐらい上手だよ。これはうまい、これはうまいよ、すげえ上手にできた。変な甘さじゃなくて、向こう大人の甘さ、完璧だよ。太陽ありがとう。はい、ということで今回は簡単レシピ、太陽の力でケーキを焼こう、大成功でした。ぜひね、皆さんもね、こちら作ってみてはいかがでしょうか。太陽の力じゃなくても炊飯器でできますし、詳しいレシピはね、リンク、参考レシピはリンク貼っておきますので、そちらからぜひ見てみてください。最高でした。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。